こんにちは、カワポンです。さて、2023年度は、私立大学では、定員の兼活管理が緩和されました。詳細は省きますが、ざっくり言えば、今までは、学年ごとに、定員をきっちりと管理する必要がありましたが、2023年度からは、これが緩和されて、全学年での総定員で管理することが可能となりました。大学によって対応は異なりますが、定員緩和により、例年よりも、多くの合格者が出ることも期待されていました。実際どうなったのでしょうか。青山学院大学の数字で確認してみましょう。入試形態ごとに、すべての学部合計の合格者の数と倍率を比較しました。上段が実際に出た合格者の数と、下の数字は学部全体の倍率になります。全学部入試では、2023年度の合格者は増加せずに減少しました。4% の減少です。合格者が減少すると、普通は倍率は増加しますが、全体の倍率は 5.2 倍から 4.6 倍へと減少しました。個別学部入試では、合格者の数は 1% だけ増加しました。倍率もそれに伴い緩和されています。ただ、定員緩和による、そこまで大きな影響はないような印象です。共通テスト利用入試では、合格者の数が 11% 増加しました。そこそこの増加と言えます。定員緩和だけが原因ではありませんが、共通テスト利用入試に関しては、少し定員緩和の影響はあったのかもしれません。最後に、これらの3つの方式の合計を見てみましょう。合格者は、全体で 2% の増加です。共通テスト利用入試の増加分が大半を占めています。全体的な倍率は、4.1 倍から 3.7 倍へと緩和となりました。ということで、改めて見てみると、倍率は緩和されましたが、定員緩和による合格者の数字への影響については、そこまで大きくはなかった印象です。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。